川中島の戦いは義元の活躍により勝利したが、信玄と謙信は互いの軍略を認めるばかりで、皆で蹴鞠をすることはできなかった。義元は再び蹴鞠仲間を求め、さすらい、そして長い時が流れた。義元は浅井長政の居城小谷が織田信長の大軍に包囲されているところに通りかかる。義元は何気なく長政らと共に織田軍と戦うことを決意した。命の恩人になればきっと一緒に蹴鞠ってくれるの。第2話、小谷城防衛戦。次こそみんなで蹴鞠たいの。この戦いにて織田信長と決着をつける。位置は本丸で、織田にを守っていてくれ。追い詰めたぞ、全軍進め。いざ戦わん。仲間の暮らせば力は分担できるな。地蔵山から朝倉殿の援軍が来る。朝倉軍のため地蔵山を制圧するのだ。では張り切って長政殿を助けようかの。戦の後みんなで蹴鞠じゃの。我らは金吾丸を攻める。無事で敵将を討ち取ったの。勇ましくおしゃべりです。いざ尋常に勝負。さあ、これで仲間まで一直線じゃ。城内に入られたか。砦を破壊し道を開く。なんという奇策。みんなわしに続け。敵将を討ち取ったの。心強い味方を得たものだ。押し通る。皆かけよう。待て、抜かれたか。わしが天下の知恵者、秀吉だ。いざ戦わん。マロと蹴鞠かの。マロと蹴鞠かの。まるで緊張感なしじゃね。まあこういうやつでなきゃ皆が笑ってくれてるよ。どんな話しようかな。のう敵将を打ち取ったのに。いかにしきおしゃべりだ。なったかな。
で一緒に蹴まろうの。敵将を討ち取ったの。素晴らしい腕だな。殺し合いはつかん。また会おうや。今だ、かかれ。いざ、戦わん。押して参る。いざ、尋常に勝負。長政様だけを苦しませるわけにはいかない。敵将を討ち取ったの。お見事にてさ。心強い味方を得たものだ。敵将を討ち取ったの。お見事にてソーラ。
してまいる。本堂丸はこの柴田が落とした。次は本丸じゃ。敵将討ち取ったの。お見事でございます。敵将討ち取ったの。心強い味方を得たものだ。今が好機、参ります。お一度も面白そうなものを持っておるの。あげません。じゃあこのマリと交換せぬかの。いりません。本陣に敵が。至急救援を。敵将討ち取ったの。貴様にとどろく武者ぶりぞ。少しな、わしと交友を競うか。マロとケマルカの、マロとケマルカの。こいつ様の心中、我が部屋からは切る。これまでかも、死ねんな。後で一緒に蹴まろうの。敵将を討ち取ったの。素晴らしい腕だな。再戦が楽しみなものの付与の。はい、
ロの鞠さばきを見よや。いい歴史を打ち取ったの。お見事でございます。全軍織田本陣を落とせ。Thank you.
果のため飛行には消えていただく。何か悩むことかの。あなたに心配されるほど落ちてはいない。大丈夫。よかったの。ならば一緒に手間だの。ここは父となりましょう。父の敵を討ち、今なら容赦しない。マロとケマルかの。マロとケマルかの。マロと容赦なくケマルかの。マロのマリさばきを見ようや。あとで一緒にケマロウの敵将を討ち取ったの。心強い味方を得たものだ。役目も果たせないとは。なんと無様だ長政、褒めおくぞ。本陣の守りを崩すな。火場を突き立ててあげます。女子、妖艶な。そう。よく売れておるな。売れてなどおらぬわ。死またお相手願えるかしら。余が織田壇上の中信長である。我が首見事取ってみよう。おお、うつけ殿はかっこいいの。心強い味方を得たものだ。
神族とは敵将討ち取ったの。落ち込むでない。義と愛より大事なものはあるの。例えば蹴鞠じゃの。風薫る戦の後やすがすがしい。